ソングライターのおもさんこと山本香織と申します。毎週木曜日9時から配信しております。こちらの番組渋谷でもさんタイム、1曲をしっかりと生歌でお届けすることをコンセプトに、アコースティックギターと歌声のみの世界を存分に味わっていただく番組となっております。 CD で聴く音楽とは全く異なった生放送ならではの生の歌声をぜひお聴きください。ということで1曲目お届けした曲は、最新シングルの中から幸せが泣いているという曲を弾き語りでお届けいたしました。わーい、あれ今日もスタジオの外に簡単にお越しくださっている方もいらっしゃっておりますが、ですね、まず一つお礼をお伝えしたいなと思っておりまして、なんとこちらの毎週木曜日9時から山本香織の渋谷でモサンタイム、6月の視聴数ランキング第10位を獲得しました。わー、ありがとう、嬉しい。ただこの数字っていうのはですね、私が決して面白いからではなく、ゲストさんが素敵だからっていう、ただそれだけの理由なんです。なので本当に出演してくださるゲスト MC の皆さんやゲストさん、今日も韓国からゲストさんがいらっしゃっておりますけれども、本当にゲストの方に助けられて、この渋谷でモーサンタイム生歌番組としてやっていけております。本当に皆さんありがとうございます。そして、もう一つ、実はこちらのスタジオ渋谷クロス FM というラジオ放送局なんですけれども、この放送局が明日7月7日に2周年を迎えます。わーい、おめでとうございます。1日早いんですけど、でそれを記念して今日渋谷クロス FMT 来てみました。どうどうどう、見える見える見える見えてる、あ、こっち、それじゃねえ。どうどうどう、見えた、はーい。でね、この T シャツ着てたらスタッフさんに、なんか今日巨乳に見えますねって言われたんですけど、そんな愉快なスタッフさん、そして渋谷クロス FM の代表の江崎さん、そして私、そしてゲストさん、たくさんの方の愛情をいただいて配信できております。本当にありがとうございます。そしておめでとうございます。私の番組が打ち切りにならないように、これからもこの巨乳に見える T シャツ着て頑張るぞいつも巨乳だったらいいのに。はい、まあそんな話を置いておいて、今日の視聴者プレゼント、こちらなんですけれども、今日のゲスト MC のシンガーソングライター伊藤さくらさん、そして、本日の韓国からいらっしゃったゲストさん、アスカさんのサイン入りセンス、抽選で1名様にプレゼントします。あんまり字見えてないけど、サイン全員分入っています。はい、あとこれも後で物販します。はーい、ジリアナ、はい、応募方法いきます。 info@shibuyacrossfm.jp info@shibuyacrossfm.jp、 こちらのアドレスに件名を、あ、これ前のが残ってる、件名を渋もさとして、本文にラジオネームを書いてください。そして本日、明日が七夕っていうことで、
もしも願いが叶うなら3人へのお願い、伊藤さくらさん、そしてアスカさん、私へのお願いを、これセクハラダメですよ、注意したいとかそういうのダメですよ、裸になってほしいとかそういうのダメですよ、それ絶対無理、3サイズ公表も無理はい、それ以外の下ネタ禁止、私はいいけど皆さんは禁止もしも願いが叶うなら3人へのお願いを記入して、9時25分ぐらいまでに、送っていただけたらと思います。 info@shibuyacrossfm.jp まで、件名しぶもさ、本文ラジオネーム、そしてもしも願いが叶うなら3人へのお願いを書いて、どしどしご応募ください。よろしくお願いします。では本日もお待ちかねゲストMC の方にご登場いただこうと思います。シンガーソングライターの伊藤さくらさんです。わーい、やっほー、お願いしますこちら最初こちらにさくらさん、はい、こんにちは。あ、もっさんおめでとうございます。 ありがとうございます。10位ね、すごいね。今聞いてきたんですけど、はい、この放送、71番組あるんですって、はい、その中で10位になったっていうのが本当すごくって、おめでとうございます。アイドルさんの番組が割と上位を占めているんですけど、うん、なんかそこと、なんか近づけたっていうのがすごい嬉しいんですけどいやもうこのモッサンの自由度が放送視聴率を上げてるんじゃないかなって思っていろいろ視聴数とかも毎月ちゃんとこう、うん、伺っているんですけど、さくらさんの回が最も視聴率がいいんですなのでやった、貢献できた。さくらさんのおかげというのがあるんですけれども、本当にありがとうございます。では本日も伊藤さくらさんにご登場いただきましたので、はい、まず紹介から始めさせていただこうと思います、はい、週替わりゲストパーソナリティ第1木曜日担当の心のお薬シンガーの伊藤さくらさん、心のお薬シンガーのキャッチフレーズで関東を中心に注目を集めているシンガーソングライター、イメージを裏切る歌声を武器にバラードからポップスまで幅広く歌い上げる実力派、年間ライブ数約100本、司会ラジオパーソナリティなどもこなしつつ、大阪名古屋などにも精力あ遠征を全力で活動中のシンガーソングライター、今日もあなたの心にお薬処方しますということで、はい、そんなシンガーソングライターの伊藤さくらさんにご登場いただいたんですけれども、よろしくお願いします。お願いします。さくらさん、はいはい、こちらの CD、早速どう、はい、これも見せちゃっていいですか。もう大丈夫ですよ、はい、発売しました、はい、先月6月の26日に、はい、なんとパズルとピースというミニアルバムを2枚同時リリースいたしました。やっとリリースしましたよ、はいはい、なんかこの渋谷でモッサンタイムでも制作中の段階から、うんうん、そして告知もしてくださったりして、うんうん、それがいよいよもう、発売されて、やっと発売になりました、はい、レコ発バンドライブが川崎のクラブチッタで行われて、はい、私見に行かせていただいたんですけど、ありがとうございます。やっぱりさくらさんは大きなステージで、うん、なんかヒラヒラがすごい似合うんですよ本当にありがとうございます。なんていうか、私一緒にライブ共演させていただくこともあったんですけど、うんうん、なんか全然違うんです。同じステージじゃなくて、なんかヒラヒラなんです。ヒラヒラ。そうなんです。今回、1300人入る大きな、ホールだったので、はい、ステージを思い切り使うのと同時に、今回、花道を特別に用意してもらったので、動ける、幅がすごい大きかったんですよ、はい、なのでちょっと特別な、衣装も着てたので、はい、それでちょっと いろんな大きく動いてみたので、そうですね、いろいろ衣装チェンジというか、されてましたよね。早着替えしましたもん。そうですよねなんかワンマンライブを見ているかのような、そうですね、すごく私の中ではもうワンマンだったのでという感じで、ありがとう、来てくれて、でそこで発売されたこちらの CD なんですけれども、はい、渋谷のタワーレコードさんでもリリースイベントをされてき、はい、たということで、うん、そちらをちょっと
告白ですか。まずそのクラブチッタのライブは100人動員目標でしたが、はい、何人ぐらい集客されたんでしょうか。あのね、115人 いました。おめでとうございます。ありがたいことに、そう、本番前に100人を超えられたので、すごくあの清々しくライブをさせていただきました。はい、そしてその渋谷のタワーレコードで、はい、さくらさんはパズルとピース2枚同時リリースされて、パズルをぜひ渋谷のタワーレコードで購入してくださいということで、うん、そうなんですよ、イベントをされていらっしゃいましたが、はい、こちらの結果発表の結果発表はですね、はい、渋谷のデイリーチャート、はい、まずはですね、パズルが6位、そしてピースが14位、同時にランクインしました。おめでとうございます。ありがとうございます。なんですけど、さくらさん、うん、デイリーチャート1位を目指してって言ってた気がして、1位目指したかったね。はい、そうですよね。でもね、ほら、今回2枚同時だからみんな大混乱しちゃった。私もですね、実際どうしようって思って、そうなんですよ、パズルの方を押してたよなと思って。でも全然大丈夫です。あの、なんかこう、みんなと一緒にあのタワーレコードで戦えることっていうのがすごい、はい、あの、私にとっては貴重な時間なので、はい、あの、同じね、ランクの中になんとジャニーズさんが2組いたりとかして、そこと一緒に名前が載るだけでも私にとってはすごい価値のあるものだったので、ね、あの、今回も全力を尽くしたなと思ってるので、あの、全然私にとってはあの 10% 悔しかったんですけど5位に入ると CD がね、あの、棚に並ばれたんですけど、6位だったので、文字だけだったのでね、ちょっと残念だったんですけど、はい、でも私にとって本当にすごい、あの、貴重な思い出になったので、はい、皆さん本当にありがとうございました、はい、6位いただきました。ありがとうございます。はい、ではその2枚同時リリースして、うん、そのなんか悔しさだったり達成感だったり、うん、いろんな経験を今回されたと思うんですけれども、うんうん、果たしてさくらさんは今後どこに向かっていくのか、私はすごく気になっていて、もうなんか全部達成しちゃったみたいな感じのイメージはあるんですけど、何か決まっていることとかってあるんですか。もうね、やりたいって思った憧れを全部やっていこうって思って、今回の花道もそうだったんですけど、はい、花道でランウェイをするっていうのが私のなんかこう憧れでもあったんですよ。はい、待ってました、そういうあの、そういうのを全部こうやりたいなって、規模が大きいちっちゃいに関わらず、自分がやりたいなって思ったことを全力でやっていこうかなって思ってるので、はい、時に規模が大きいかもしれないし、時にあの規模はちっちゃいかもしれないし、それはもう全然気にしてなくて、なるほど、私がやりたいって思ったことをどんどんやっていこうっていう気持ちになってます。なるほど、はい、うん、ここだけの話、次のライブとかって、うん、次のライブね、実はもうワンマンライブが決まってるんですよ。おお、12月のね、クリスマスに、24日に、うん、16日なんですけど、クリスマス付近に、はい、あの、お昼なんですけど、はい、月見る君思うっていうすごいお月様が大きくて綺麗なところでライブをすることが決まってて、それももう今回の楽曲の中で、あの、きっと月のあのプロジェクターと私の曲合わせたいものがもう前からあったので、はい、どうしてもやりたいっていうのを、今年の12月に再現してみようかなと思って、ぜひ、はい、そちらの告知をこれからどん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  CD はどうなのかな、そこは CD は出ないんじゃないですかね。出なかったにしても、さくらさんの一番やりたいことを、やりたい、多分見てもらうだけでわって思わせられるようなライブをしていきたいので、なるほど、見る価値があるようなライブを作っていこうと思います。はい、じゃあさくらさんがこうしてこう、うん、ひたむきに走っている姿をファンの皆さんもすごく応援してくださっているのが、本当に毎回のこのラジオ放送ですごく感じられているので、私もあの一生懸命に応援させていただけたらと思っております。はい、で、はい、本日、はい、こちらのパズルという、はい、CD の中からトライという楽曲を流していただくので、はい、その聴きどころを
ご説明いただいて曲紹介をこちらでお願いします。はい、トライという曲は頑張ってるあなたに、背中を押せるようなそんなね、元気な曲となっております。よかったら朝一番に聴いてもらうと、元気にお仕事だったりね、いろいろなところに行けるんじゃないかなと思う一曲となっております。6月の26日に リリースしましたパズルの中から伊藤さくらでトライ。自分だけのゴール探して全力で走り抜けろ、積み重ねた努力が未来を照らしてる、You don't never give up。ご紹介したいと思います。韓国出身のシンガーソングライターさんでアスカさんです。わー、来ました。いらっしゃいませ。飛行機乗ってきました。あー、すごい。こういう時疲れましたね。そうですよね。この時間に本当にありがとうございます。気合い入れてきました、はい、今日生まれて初めてこんな胸元が入ってるワンピースを着てセクシー、谷間がセクシーだなって思いながら、はい、ずっとあんまりジロジロ見ないでください。はい、すいません、見てました。はい、じゃあ飛鳥さんのご紹介からさせていただこうと思います。
韓国出身のシンガーソングライターさんで、これまでに制作通訳や韓国のアイドルさんのプロデュース経験も、あるということで、日本で曲を発売予定、そんなアスカさんに本日お越しいただきました。早速ですけれども、アスカさんの方から自己紹介という形で何か一言いただけたらと思います。今日いきなり生放送でちょっと緊張してるんですけれども、ね、まだ新米なんで、ちょっと頑張ります。はい。で、私は韓国と日本、韓国語の曲と日本語の曲を書いて、その、心を込めた曲を作って活動しているシンガーソングライターアスカです。皆さん見て聞いていただいてお分かりかと思うんですけれども、アスカさんは本当に通訳されているっていうこともあって日本語がペラペラすぎて、なんか日本人の私よりも日本語うまい。いや普通に会話できたもん。帰国して9年目だから、もう日本語結構忘れてます。なんか過去に日本に13年間住んで、はい、生活されていらっしゃったということで、留学に来て。なるほど、はい、いろいろプロフィール読ませていただいたんですけれども、うん、まず韓国から今日見てくださっている方もいらっしゃるということで、韓国語で何か挨拶があるということなので、ぜひお願いします。あ、다보고있어요저잘왔어요그리고너무감사한분이많아서제가갑자기이렇게생방송으로이렇게데뷔를하게됐는데헤어선생님스타일리스트선생님또감독님작곡가선생님다저혼자보내고걱정많이하시는데요재밌게잘하고가겠습니다파이팅오모사이만의통역을해주세요통역통역突然来て、なんかちょっといろいろテンパるじゃないけど大変ですけど、いろんな先生方に支えてもらって出演していますみたいな雰囲気の感じでしたが、すごいよかった、勉強しててよかった。モッサンの韓国語ってどれぐらいできるんですか？なんかでも LINE でいつも一緒に話すると韓国語で私いっぱい書いても全部わかるんですよ。本当に？あれはもう見事に LINE 通訳っていう本当全部コピーして貼り付けて知らなかったずるしたずるした全然いやもうずるしまくりではあるんですけどはい、アスカさんは本当に日本に精通されていらっしゃるということで、うん、過去に春菜愛さんと旅番組というか韓国を紹介する番組で一緒に出演されていたという話を伺って、はい、YouTube にもそれ上がっていて、すごい私見たんですけど、すごいですね。でもかなり4年、5年ぐらい前の、はい、話なんですけど、海外行くならコーデネットっていう番組、すごい、シャレ混じってるテレビ東京のその番組で、はい、コーディネートとしてその韓国の美味しいところ、お店とかを紹介する、そういう番組に出演しました。ね、その時にミョンちゃんって確か呼ばれてて、なんかあれから結構キャラクター作ってくれて、そのタレントにデビューさせてくれるのかなと思ったらそれっきりで連絡なくてちょっとそこは触れない方がよかったかもただ今はシンガーソングライターとして、今日この後曲を流させていただくんですけれども、はい、日本でデビューというか曲を発売したいという思いで今日もこの放送に来ていただいているんですけれども、韓国のアイドルさんの通訳だったりいろいろこれまでに活動されてきたんですけれども、なんでまた今このタイミングで日本でシンガーソングライターとして活動したくなったのかっていうのが、多分見てくださってる韓国の方もすごく気になっていらっしゃるかと思うんですけど、なぜなんでしょうか。まあこのタイミングっていうか、もう自分的には努力してきたのは9年ぐらいかかったんで、このデビュー曲っていうのを、自分の曲っていうのが出来上がったのがもう9年ぐらいかかったんで、はい、私はもう音楽を専攻してないから、その一からやり勉強しなきゃいけなかったんで、やっぱりその韓国のアーティストが日本に来てそのコンサートをやるときに、はい、そのステージを作る、その音楽ステージを作るその楽しさを味わってしまったわけ。それで
でも通訳としてはもうその韓国のアーティストが来ないと仕事がないから、うん、そうですね。でも私はずっと毎日毎日その仕事をして生きていきたいなと思って、うん、でふっと思ったら小さい頃私が人前でよく歌を歌ったり、はい、そういう風にしたことを思い出して、うん、歌をやってみようかなと思ったけど、まあ、やっぱり最近韓国だとアイドル、うん、若い子じゃないとできないから、うん、それでじゃあもう作詞から、うん、作詞でも何でもその音楽の仕事ができるのであればいいと思って頑張って、はい、それでプロデュースもちょっとしてて、で、まあでも欲が出たわけだよね、その音楽の。なるほど、うん、じゃあこれまで韓国の曲を日本語に通訳ですとかライブで通訳していて音楽に触れ合っているうちに自分もこう日本語で歌ってみたいとか、うん、そういう希望が出てきたということで、今日その日本語で歌っている楽曲の CD ジャケットを持ってきていただいているんですね。これまだ発売はされていないものですよね。デザインだけまだ決まっ、デザインだけ決まって、はい、まあ、今回の日本のスケジュールは終わったら、はい、発売をの準備をすることになります。で先に韓国から発売すると思います、はい、あ、そうですか。韓国の楽曲とあと日本の可愛いでしょ。おすごい素敵。い、まあ、でも日本のイラストレーターに依頼して描いてもらった、はい、日本の方なんですね、はい、おすごい可愛いでしょ。すごい。これアスカさんですか、真ん中。はい、うん、私です。あ、よか、髪型が似てますね。確かに。あ、これ見えるかな。髪型が似ている。そう。お、はい、へえ。そういうコンセントで頑張りました。はい、これをじゃあ今から早速流させていただくんですけれども、はい、この曲作るにあたって何か思いですとか伝えたいことがあったら、うん、ぜひご紹介いただきたいと思います。はい、Dear てるてるっていう曲なんですけれども、てるてる坊主への手紙で、素敵。アスカみたいに大きな夢を持って一人で頑張って苦しんでいる皆さんへの応援歌として作りました。歌詞を自分で作詞したので、よく聴いてください。 Dear てるてる聴いてください。Give me
きいただいた楽曲はアシカさんでニャーテルテルでした、うん、ありがとうございます。すごい声が綺麗、ありがとう、すごい透き通ってる、はい、これね、あの24時間テレビの100マラソンのテーマソングになりたい、はい、っていう大きな夢を持って作りました。あの日本でやってる24時間テレビあれですよね。で誰かがあの毎回走ってる時の、はい、転んでもいい、なんかでもそれ流れてるのがちょっとなんか想像つきます、ね、なんか辛い時に流れたらいい感じの感動が生まれそうな、すごく素敵な楽曲をありがとうございます。24時間テレビの関係者の皆さんお願いします、連絡ください。はい、待ってます。じゃあちょっとこちらを先ほど画面に映させていただいたんですが、アスカさんのこれはインスタグラムのアカウントですね、インスタグラムですね、はい、アスカアンダーバータープ…あ、ピュアライフですね、失礼しました、アスカアンダーバーピュアライフ、こちらで検索していただくとアスカさんのインスタグラム出てきますので、ぜひフォローをお願いします。お願いします。すごい書いてある裏のところも韓国語か読めるんですか、後ろ、これ後ろの後ろ面が韓国語で書かれてて、これは何だろう、全然わからない。ジジャイン、あ、読んで読んで、もっさん読んでジジャイン、セクサンジ、デザインのセクサン、セクシー感じちゃう、色髪、あ、色髪なんだ、セッカルのセクさん、あ、セクさん、あ、分かったようで分からないこんな感じ全然、だってもう全然分かんないですもの、私あの、はい、じゃあさくらさん、はい、早速次のコーナーをやってみたいと思うんですけれども、本日、あすかさんがお越しいただいているということで、こんな企画コーナーを持ってまいりました。じゃん、教えて、あなたの好きな〇〇〇のコーナー。あの今エコーかけていただいてありがとうございます、このコーナーはですね、今までアスカさん、そして伊藤さくらさんにも何度もご出演いただいているんですけれども、なんか音楽系の話が割と多くて、個人的なことはあんまり聞かないできたですね。なのでこれを機会にいろいろ教えていただこうと思っておりまして、例えばなんですが、好きな芸能人が誰ですかですとか、あと好きなスポーツが何ですかっていうのを一言で順々に答えていただこうと思っております、はい、では早速まず一つ目いってみたいと思います。あなたの好きなアーティストは誰ですか。アスカさん、ワンオクロック、おー、のテル、あのテルさん、はい、はい、後で作りますね。じゃあ伊藤さくらさんお願いします。キンキキッズ、キンキキッズ、はい、好きなアーティストはヒデさんです。はい、次いきます。あなたの好きな俳優さんは誰ですか。アスカさん、ハルマ、なんだっけ、三浦ハルマ、おお、イケメン、はい、伊藤さくらさん、天海祐希さん、あ、女性ですね私の好きな俳優は渡部篤郎さん、おー、はい、じゃあ次いきます。あなたの好きな芸能人、あ、芸人は誰ですか。アスカさん、チャキヤマチャキヤマ、ジャキヤマです。ザキヤマじゃなくてジャキヤマ、ザキヤマ、かわいい、ジャキヤマ、伊藤さくらさん、ブルゾンちえみさん、あ、最近好きですね、はい、私の好きな芸人は宮迫さんが好きです。うえー、雨上がり消したいのね、はい、あの、はい、じゃあ次の質問いきます。あなたの好きなスポーツは何ですか。あすかさん、ボクシング、おお、すごい、はい、伊藤さくらさん、スキューバーダイビング、はい、私、あなたの好きなスポーツ、テニスが好きです。はい、じゃあ、うん、最後に一つすごいこと聞きます、うん、あなたの好きな人は誰ですか。アスカさん、いません募集中です募集中、募集中です。アスカさん、今分かったことがあります。はい、あの、私好きな人って誰でもよかったんですけど、うん、なんか男性で思い浮かべているところが、アスカさんってきっとすごく純粋な方なんだなって今すごい思いました。はい、ありがとうございます。さくらさん、あなたの好きな人は誰でしょうか。山本香織ちゃんです。そういうの出た、さすがさくらさん
はい、私の好きな人はこの人です。誰の名前あるんですか？渋谷クロス FM のキャラクターで紫ちゃんって喋んないよこれ。皆さんこんにちは。あ、喋っちゃった私は渋谷クロス FM の紫ちゃんだよ。紫ちゃんって言うんだ。はい、初めて知ったよ。この渋谷クロス FM の紫ちゃんっていうキャラクターが好きでーす。はい、私カオルちゃんだと思った。そう、山本さんだと思ってた。よく言われるんです。うん、そうそう。紫ちゃん。いいんじゃないそれで。気づいたら顔写真がそこに貼り付けた。今度から。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと伺ったことで突っ込んでみたいと思うんですけれども、はい、飛鳥さんの好きな芸人さんがザキヤマさんということで。はい、どの私ザキヤマさんってなんか なんかあの写真しか思い浮かばない。ザキヤマさんの芸って何ですか？いやもう家にいたらどんなに辛い日でも元気になれる人ですよ。なんかこういう感じですね。いやもういるだけですごいですよね。パワーがすごい方。パワーすごいです。わがままな人。え、そうなの？え、会ったことあるんですか？いやいや、あの番組で、うんうん、なんかザキヤマさんの悪いところをみんなで批判する裁判みたいな番組を見て、それですっごいなんか言われてるところを見たんだけど、なんか可愛かった。あと顔がちょっとでかいのが主張が強いですからね。顔が大きいところが好きということで、あとですね、ボクシングができる、なんかこのなんかソフリとやってます。一緒に、さくらさんも一緒にボクシングしてみたいです。あ、じゃあこっち来て。え、ちょっと待ってください。私はちょっと待って、いや、かおりちゃんと言ってください。私は経験ないので放送で巻き込まれる。え、それは本当のボクシングですか？それともあのジムのボクササイズの方？あ、本当のボクシング。ジムに通われて、プロの ボクシングの体育館に通って1年ぐらいとなれました。すごい。ちょっとさくらさん歌いに。いや、だから巻き込むなって初心者だから私。いやいやいや、何ですか何ですか、こうすればいいんですか？ちょっとじゃあ、ちょっと、さくらさん。いや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 、その本気で。怖い怖い怖い。でも肩がいいですよね。やってるなっていう感じで。え、あの、あすかさんが遠慮なくあの指輪を押し立てて大丈夫です、ありがとうございます。はい、そんなあすかさんということで、竹山さんとそれからボクシングがお好きということで、伊藤さくらさんちょっとびっくりしたことが、キンキキッズさんがお好きということで、あの、なんだろう、好きなアーティストさんって言われると、はい、本当これっていうのがそんなになくって、はい、意外ですね。なんかさくらさんの作り出す曲がすごいキャッチーな曲が多いので、なんかキャッチーな、もちろんキンキキッズさんキャッチーですけど、その一組だけなのかなと思って、他に。いや、もう願わくはタワーレコードのチャートキンキキッズさんと並びたいですからね。そしたらもう夢が叶ったなって思って。次それ、あ、そうだ。でもどうしても被せられないんですよ、お互いのリリースがバラバラなの で、ね、で7月出るんですよ、キンキキッズ7月に CD が。だからそこね、 1ヶ月ぐらいずれてたらもしかしたら夢叶ったかなみたいな。もう一回再リリースとか。ダメですダメですダメです。はい、そんな形でこちらの企画コーナー教えて、あなたの好きな〇〇でした。ありがとうございました。はい、では視聴者プレゼントのメッセージをご紹介したいと思います。じゃあこちらの、あ、どうしようかな。じゃあ、こじこじさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。もっさん、伊藤、さくらさん、あすかさん、こんばんは。こんばんは。昨日7月5日ビキニの日でしたが、これどうするとビキニの日になるんですかね。皆さんにお願いしたいことは、次の出演の回にコスプレをしてきてください。あの、さくらさんは私の、あの、お願いで一度だけ、ね、コスプレというか、あの、着てきてくださいっていうのを叶えてくださったんですけど、あすかさんの衣装ね、はい、そうですね。なので私頑張ります。衣装たくさん持っているので、ぜひ次回出演時にお願いします。次回のライブの時でいいんじゃないですか。あ、9日、あ、私浴衣を着るので。あ、なるほど。私コスプレなのかな。はい、浴衣ちゃんコスプレですね。あ、そうですね。じゃあ次のメッセージいきます。はい、ペンネームよっちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。もしも願いが叶うなら3人へのお願い、3人で七夕または夏の歌をハモってくださいということなんですが、夏の歌ってあまり分かんないっていうのもあって、
どうしようかな、これ多分難しい、次回へ、うん、難しいですね。もうちょっとね、時間があったらね、できたんだけど、うん、私も韓国に行って思ったんですけど、韓国の方と日本の方が両方歌える、絶対にこの曲っていう曲があんまりないんですよね、うん、なんというか、なのでちょっと私も探してみようと思います。七夕って日本全国共通、全世界共通、あ、そういえばそうですね。七夕って韓国にはあるんですか？ あるのはあるんですけど、チラルチリソって言って、あ、同じ意味としてあるのはあるんですけど、はい、そういう願いを叶うとか、そういう、うん、あのぶら下げたりとかするのはしない。七夕、は何をするの？何もしない。あ、何もしないんだやっぱ違うんですね。そうですね。じゃあ視聴者プレゼントの当選者の方は後ほどメールを送らせていただきます、うん、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、では最後になりますが、はい、告知があればぜひお願いしますということで、あすこさん、インスタグラムの説明ですか、うん、そういった告知をお願いします。はい、で方がじゃあ持ちます。はい、じゃーん、うん、8月に韓国で CD を発売します。この曲以外に、ティアテルテル以外に韓国語でもうデビュー曲が何曲か出来上がってるんで、皆さん あれに連絡してくださいインスタグラムね、インスタグラム、インスタグラムに連絡してくれれば、はい、その情報を見れると思います。はい、ありがとうございます、はい、そして、あ、以上で大丈夫ですか？はい、では伊藤さくらさんの告知をお願いします。ライブの告知は大丈夫ですか？2人の。あ、9日の。あ、じゃあ先に行きましょう。うん、7月9日に、板橋ファイトという会場で、日韓交流ライブというものが開催されまして。すごいですね。あ、そうなんです。規模大きいですよね。はい、いきなり国と国のライブを私が企画させていただきまして、日本人のアーティスト、私と小川恵里さんというシンガーソングライターさんと、すごいとましたね、そして、さんと韓国のミッドナイトブースターさん、うん、この番組にも出演していただいたミュージシャンの方々にご出演いただいて、日韓22で4組出演します。そちらがお昼の1時10分スタートで、チケットが2000円で、プラス2オーダーが必要になってくるんですけれども、もしお越しいただけるという方はぜひアスカさんでも構いません、私の方にもご連絡いただけたらと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では伊藤さくらさんの告知をお願いします。はい、6月の26日にパズルとピース2枚同時リリースになりました。限定100名様にですね、2枚同時に買っていただくとステッカーをプレゼントさせていただいております。よかったらね、サインもさせていただくので、直接伊藤から買っていただけると嬉しいなと思います。ライブ情報などはブログやホームページご覧ください。はい、はい、最後になりますが、私の告知というかお願い、何、明日こちらの曲が2周年なんですけれども、うん、七夕のお願いで100周年の時にも私の番組があることを皆さんお願いしてください。100周年ですか？生きてないよねまず不老不死を願わなきゃいけない、はい、そうですね、あ、それ、あー、そっか、はい、そうです。本日のゲストは韓国のシンガーソングライターさんで、アスカさん、そしてゲスト MC は心のおくる…おこ頑張れ大丈夫、大丈夫、心のお薬シンガーの伊藤さくらさんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。私を見てほしい。なぜあなたは私の方を